大丈夫ですよ、全然全然エリア付近で17キロ、横浜青葉インターから40分、反対の上りは首都高3号大橋ジャンクションを先頭で9キロ、東京料金所から25分です。中央道の下りは府中バス停付近で12キロ30分、反対の上りは首都高4号西新宿ジャンクション付近を先頭で13キロ35分、神代寺バス停付近から混んでいます。警視庁から以上です。今日もよろしくお願いします。ありがとうございました。今日もよろしくお願いします。警視庁の野村真美さんでした。次の交通情報はこの後1時50分頃にお送りします。
ラジオとスマホが合体。ラジスマ。突然の地震、母に電話をかけました。もしもしお母さん、大丈夫？停電の中、このスマホでラジオを聞いて。落ち着いてください。安全を確保してください。いつもの声が心強かった。ラジオ付き携帯電話、ラジスマ。民放ラジオのおすすめです。ここでアンバーアセットマネジメントから投資信託、ファンドラップ、債券、株式などをお持ちの方へお知らせです。投資信託などを持っているけれど損をしている、いつ下がるかわからないから不安なんてことはありませんか？そのような方に証券会社出身の講師陣が制作した投資信託などで損をする本当の理由とかっこいい選び方について、解説資料を無料でお送りします。希望者には証券会社とは離れた立場の専門家に相談することも可能です。まだオファー来てないですか？買いに行くの、あの、そうそう、CM じゃなくて来る前に自分から行きたい、で結果それがお仕事につながるですね。はい、ではスノちゃん、今週のニュースを振り返っていきましょう。まず一つ目は共同通信から。自民裏金議員80人規模処分へ、4月上旬にも一斉実施。自民党は派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けて、安倍議会両派の議員80人規模を4月上旬にも一斉処分する方向で調整に入ったことが分かりました。岸田総理は役員会で政治資金収支報告書への不記載額や役職歴、説明責任の果たし方などを踏まえると言明。派閥幹部には厳正に対応する方針で、党員資格停止や選挙での非公認を課す案が浮上しています。続いては時事通信から。ロシア大統領選、プーチン氏が圧勝。ロシア大統領選は17日に投票が終了し、即日開票され、現職のプーチン大統領がおよそ 87% の得票率で圧勝し、通算5選を決めました。プーチン氏は2000年に大統領に就任し、首相時代を挟んで現在は通算4期目で、新たな任期を2030年まで全うすれば、権力掌握期間が独裁者スターリンの24年を超え、この先に移設専用レーンがあります。3つ目は読売新聞から。香港の国家安全条例案、政府提出から2週間足らずで可決。香港の立法会は19日、国家安全条例案を全会一致で可決しました。反体制活動を取り締まる国家安全維持法を補完する中で、外国勢力の干渉やスパイ活動の禁止が盛り込まれました。外資企業や団体の香港離れにつながる懸念があります。続いておすすめは朝日新聞から。日銀がマイナス金利を解除、17年ぶり利上げ。日本銀行は金融政策決定会合で、11年にわたる大規模な金融緩和策を終えると決めました。マイナス金利を解除して17年ぶりの利上げに踏み切り、長期金利を低く抑え込む枠組みも撤廃されます。手段規模とも異次元の領域に踏み込んでいた日銀の金融政策は大きな転換点を迎えました。まあ、国債の買いでは続けるということですけどね。5つ目は北海道新聞から。同性婚訴訟、原告側が上告へ。同性同士の結婚を認めないのは憲法に違反するという今月14日の最高高裁の判決を受け、同性カップルの原告側が最高裁の判断が出ないと国会が法改正に動かないとして、25日付で上告する方針であることが分かりました。この裁判をめぐっては同性同士の結婚が認められないことについて、一審の札幌地裁は法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると判断。二審の札幌高裁は憲法14条だけでなく、結婚は両性の合意のみに基づいて成立するなどと定めた憲法24条にも違反すると憲法で初めて判断しました。6つ目は東京新聞から。大谷選手の水原一平通訳を解雇、違法賭博関与か。アメリカメジャーリーグドジャースは21日、大谷翔平選手の通訳を務めてきた水原一平氏との契約を解除したと発表しました。スポーツ専門局 ESPN は、水原氏は捜査当局が調べていたブックメーカーに借金があり、大谷選手の口座から少なくとも450万ドル、およそ6億8000万円が送金されたと伝えていて、水原氏は ESPN の取材に、違法だとは知らなかった、野球にかけたことはないと述べ、大谷選手が賭博に関与していないことを強調しました。最後はデイリースポーツから。前澤友作氏、ネットの詐欺広告で動く。
実業家の前澤友作氏が自身の X で Facebook や Instagram で頻繁に見かける著名人を語る詐欺広告について被害者に状況を教えていただけませんかと呼びかけました。前澤氏は自身も詐欺広告に名前が使われ激怒し、ネタ社に抗議していて、著名人を使った詐欺広告に騙されて何らかの被害に遭った方は匿名で構いませんので、その時の状況を詳しく教えていただけませんか。皆さんの分もまとめて僕がネタ社に抗議します。皆さんで声を上げていきましょうと記しています。今週主なニュースをお伝えしました。さあ完全に使うんですよ。最後のニュースがすごく気になりまして、うん、まあ、前田さんだけじゃなくてやっぱアティスさんも使われたことがあるなって、はい、ネットのここ見ているとなんか遅いんだよ。あのどう考えてもその人の許可を取ってないだろうという、うん、明らかにあの違法なあの肖像の使い方をして広告をしているというのを見かけますし、でまたあのこれこんなに広がってもなかなかメタもあるいは X も対応してくれてないんだっていうのはとても心配ですね。うん、なんでこんなにあの明らかに違法ですから、それを弾く、うん、仕組みというのを作っていかないと X とかメタという企業の信用がどんどん下がっていきますから、これはぜひあの対応していただきたいと思います、ね。なんか人がやればいいのにと思うんですよ。なんか AI とかに任せずにも特定のね、まあ、ホリエモンさんとか前澤さんとか、まあ俺とかもそうですけど、まあ何人か限られた人のこう詐欺誘導広告みたいなのが出てるから、それは人が一個ずつチェックして飛ばしていくみたいなのはやっぱ無理なんですかね。大量に溢れるからやっぱ AI に任せないと無理なんですかね。全部をいきなり最初から弾くのは難しいぐらいの量を処理しているとしても、うん、個別に前澤さんとか淳さんがこれはダメですよっていうふうにオフィシャルに行った時に、オフィシャルというかまあ叱るべき手続きで使えた時にそれを除外するっていうことはできないとおかしいはずですし、うん、そうですね、そういう対応はしてほしいですよね。またあのその対応ができないんだったらやっぱプラットフォームはやるべきではないと思いますからね。そうですね、だって被害者が出るわけですからね。そうですね、僕たちも被害者だけど、それで嘘の広告で詐欺られる人がね、ちょっとでも減らすためにはプラットフォームが何かやらないとダメですよね。はい、もう一つあの日銀のマイナス金利の解除ということで17年ぶりの利上げということで、まあ、この間の金利政策というのがどうだったかっていうのをぜひ検証してほしいというふうに思いますし、あの私 の, あの知人というか先生にあの小野義康さんという経済学者の方がいらっしゃるんですが、小野先生がずっと言っているのはその結局こうかなり成長しておよそ1キロ先循環が変わります。国際経済の中では、まあ、金利をできるだけ下げるとかお金をばらまくっていうことをやっても、ばらまいたお金が使われなくて結局貯蓄に回るとばらまいてないと一緒ですから、あまり経済政策として意味がなくて、この長期停滞経済の中ではあのもちろんお金に困っている人はたくさんいるんですけれども、全体で見ると貯蓄率がものすごい貯蓄率になっているので、まあ、特にお金持ちの人っていうのはものたくさん持っているので、あのあんまりこうお金を使わないで貯蓄率でも進んでいくので、この結果としてそのお金が使われないので、どんなにお金をばらまいても全然使われない経済が回らないということになるので、こういう局面に合わせた経済政策が必要であるということをおっしゃっていて、この低金利政策に非常に批判的だったんですが、まあ、そういう経済の構造をきちんとあの踏まえてどんな政策がいいのかっていうのを私たちもあの考えていかないと、国民として誤った経済政策を支持しちゃうんじゃないかなと思ったりしていました。どうですか島田さん、この金利は正直はもう分かんないですよね。為替とか金利って何が下がったときに何が上がるとか、ね、なんか今回も、ね、あ住宅ローンの人たちがちょっと大変になるんだなとか、なんかそういうポイントポイントの消費者から見えるあの部分はなんかあじゃあ、うん、大変そうだなとか分かるんですけど、この大枠のものがちょっと読めちょっとそこまでの知識がないですね。まあ相対的には円の価値は落ちてると思うんで、まあいろいろ投資は入ってると思うんですけど、やっぱ中古マンションがついにあの億超えだみたいなニュースを見た時に、やっぱ全体的に不動産価格が都心は上がって、合わせてなんか家賃もなんかすごい一部上がってるみたいな話も聞くと、なかなか
生活はしづらくなってるはずですよね。だから本来お金を使いたい人どうにお金がなくて、もうこれ以上投資する先はあんまりないなっていう企業にお金が入っていくっていうことになると、もう政策のミスマッチが起きちゃうということではないかと思いますね。だから今こそどんな金融政策を打ち出すかっていうところにちゃんとみんなが関心を持ってそこで投票行動を打ち出すね。その他待ち伏せエリアに注意してください。お金持ちの人お金を集めても多分しょうがないんで、例えば、極端な例でビル・ゲイツさんってものすごく毎日お金入ってくるけど、ビル・ゲイツさんが使えるお金って限られてるじゃないですか。なのでそれは彼もいろんなところに慈善事業やってますけれども、そういうことをするのであれば、ちゃんと国が税金を取った上で、本当に使う人のところに税金を使っていくってことをしないとお金 の, 偏りが起きちゃうということです。さあ、このコーナーここで時間になります。この後は木村壮吾さんのさらに気になるニュースです。田村敦史のニュースクラブ。この時間は求人ボックスの提供でお送りします。働くための休日なのか、休日のための働くなのか、私はどっちかな、どっちもありかもな。いろんな働き方ここで探せます。求人ボックス、ここでたくさんの選択肢を。乃木坂466期生の菅原さつきです。乃木坂46ののは毎週日曜夜6時から放送中です。春に羽ばたけ文化放送主催春風亭一同独演会、特別ゲストに立川談春。3月28日木曜代々木山のホールで午後2時開演。詳しくは文化放送イベントインフォメーション03-5403-2626、または文化放送ホームページで検索。東京浜松町文化放送のスタジオから生放送、田村敦史のニュースクラブ。弁護士島田さくらも一緒にお送りしています。文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブ。ここで木村壮太さんにさらに気になるニュースを伺います。お願いします。札幌高裁、国民の空気を読んで裁判官の空気を無視するです。はい、先のニュースにもありましたけれども、はい、3月14日に札幌高裁で大きな判決が出ました。3月14日同性婚訴訟で東京地裁と札幌高裁がそれぞれ判決を出しまして、同性婚訴訟は5つの地裁で、東京で2つ出て起こされていて合計6つの訴訟が起こされておりまして、でまず3月14日午前中に東京地裁判決が出ました。こちらの方は割と裁判官の中に空気を反映したもので、同性カップルを保護する制度はないのは違憲だけど、全く同じ婚姻と同じ制度がである必要はないので、別制度でもいいから早く用意しなさいという判決が出たわけですね。で大阪、東京、福岡、名古屋の4つの地裁判決は、いずれも違憲、違憲状態、合憲という言い方は分かれてますが、別制度を作ればいいっていうような言い方をしていて、大体それが裁判官の空気かなっていうような風に法律家も受け取っていたんですが、一方でそもそも同性婚と異性婚をわざわざ分ける必要があるのかって、で同性婚の支持自体は実は日本の世論調査ですごく高くてですね、同性婚の研究されている方も同性婚を導入した国よりも日本の支持率が高いのということもおっしゃってますよね。で、ということもあると、それからわざわざ別制度を作るってあんまりいいやり方ではなくて、これやると婚姻制度が崩壊するんですよね。例えばイギリスとかフランスだと同性婚用に別の制度パックスとか用意したんですけど、そっちの方を使いたいって異性カップルも言い出して、なるほど、だから解放する、で解放するんですか。解放したんです。だからフランスだと今だいたい一緒に生活する男女のうち半々、結婚するのが半分、パックス使うの半分ぐらいになっている。もともとフランスの婚姻制って面倒くさいっていうのがあるんですけども、面倒な婚姻じゃなくてこっちの方が軽くていいじゃんっていうふうに使って、軽めの結婚と重めの結婚みたいな、牛丼の小盛りと大盛りができましてですね、で小盛りも結構使うと。
で結果として婚姻数量がすごく減ってしまって、今子供が生まれてきた子供のお父さんとお母さんが結婚してる割合というのがありまして、日本は 98% と子供がダメなんだよ、フランスは 40% くらいです。だから残りの人たちは、まあ、シングルマザーってこともありますけども、パックスを使っているっていうことも多いということで、もはや婚姻制度が何が何だか分からなくなっちゃってるわけですね。パックスみたいなその婚姻制度、はい、その軽めの婚姻制度の方が支持される理由は何ですか？もう別れるときに分かりやすいから、書類1枚で別れられるとか、一応何年とか期間はいらないとか、まあ、どっちかというと日本の婚姻ってパックスに近いので、そもそも使いやすみたいな、そもそも使いやすく作られてるんですけど、まあ、フランスとかは宗教的な影響などもあって婚姻ってすごく重たいもので、結婚する前になんか1ヶ月前に私たちは結婚しますみたいなことを市役所が公示をして、2人で行ってなんか儀式をしないと結婚ができなくて、離婚する時も一定の別居期間をしても結構いろいろあるみたいなんですけども、だからパックスに流れちゃう。日本はまた元々も使いやすい婚姻制度があるわけですよね、うん、でだからわざわざ別制度を作るっていう今もないだろうというようなことで、うん、まあちょっとそういう本当に解決策なのかなというようなことも言われていて、うん、まあしかもそもそもやっぱ同性婚と異性婚を分けること自体が差別でしょうという空気やったんで、やっぱ裁判官の中ではなんかこう別制度の可能性も考慮することが冷静でかっこいいみたいな空気が回してたんですよ。ところが札幌高裁は別にそんなの関係ねえみたいなことを言い出しましてですね、両性の合意があればそれだけで結婚ができるっていう憲法24条の条文が来て、ここ両性って書いてあるけど、ここは文言にこだわって解釈すべきではないと、もうこれ婚姻というのは人格的価値に関わるもんなんだから、24条は当然これは同性カップルにも適用されますと言って、両性の合意という文言を同性カップルにも、もうその目的から考えると適用すべきだというふうに言って、非常に爽やかに、なので同性婚と異性婚を分けること自体が違憲です、さっさと作りなさいという、まあほとんど原告側の書面と見間違えるかのような、違憲判決が出まして、で、なんていうか、これで、まあ、もう早くしなさいということで、もう裁判官の空気を吹っ飛ばすような、そういう判決が出たという感じですね。だから、前から言ってますやんっていうのが、そのまんま、こう、通ったみたいな。そうですね、ほぼ原告の言ってることに満額回答、ちょっとここまで爽やかな満額回答の判決はあまり見たことがない。でも、まあ、それぐらいもう何て言うんですか、もうそういう時代じゃないんだよみたいな、そういう感じを感じますね、判決は。島田さんどう捉えますか？そうですね、ただこれ最高裁に上告して、まあ、最高裁の判断も同じように出てほしいなと思ってるんですけど、前から言ってるように家族をどう捉えるか、その子供を作って育てるのだけが婚姻制度だ家族だっていうんだったら、両性っていうのも分かりますけど、それ貫くんだったら子供できない夫婦はどうするんだっていう問題も出てきちゃうし、家族って結局、まあ、菅さんがそれ国側が言うことじゃないだろうと思ってたんですけど、次女、共助、公助っていうのを前言ってて、まあ、でも仕組みとしては、まあ、まず自分で生活して頑張っていく、なんか困ったら次一緒に暮らしている人とか家族で助け合ってやっていく、もうどうしようもなくなったら公的なものを頼るっていうのが結局実際はそういう順番で頼っていくことになるので、その最たるものって、まあ、家族じゃないですか。まずなんか入院するよとか急になった時に誰が準備してくれたりするかって家族なので、でそれをなんか全部国がじゃあシングルでも面倒見ますっていう環境もないのに、同性だけダメだっていう、同性だけダメだっていう理由もないと思うし、助け合って生きていきたい人がたくさん、それで組み合わさってくれたら、それはそれで公の負担は減るので、そこ制限してる意味もないんですよね。で、ただこれ頑張ってすごくたくさんの弁護士の先生とか原告とかが顔も出してやってるんですけど、本来国会がすぐに立法で変えてしまえば、そんな時間もお金も労力もかけなくて済むんですよ。それをただ今でも動かない。なんとなく異性婚しか認めない、そっちの政策をしてた方が票が入るっていう現状を維持してるので、まあ、最高裁に行かざるを得ないのかなと思ってるんですけど、でもこれその木村先生からすると満額回答っていうことが出たってことはかなりぐっと前に進んで、まあ、最高裁が全然違うような判決を出すなんかね、あんまり思えないと思うんですけど、まあ、もちろんまだわからないです、ただ最高裁の影響も大きいと思いますね、というのは
ここまでですね、ちょっと同業者、憲法学者の人とこの間ちょっとこの問題について話したんですけども、うん、ここまでの判決が出るとは正直思えなかったと。だから逆に憲法学者もびっくりしていて、この真正面から認めてくれない人相手にどうやってこう少しでもいいものを引き出すかみたいな議論を我々してきたよねみたいなことをこう言ってたけど、ね、変化球とかですね、いろいろこうやってきたわけですけども、真正面から投げて打ち取れたという事例がヒットできて、それでいいんだという空気になりますし、やっぱ高裁で最初に出た判決が合憲ですとかですね、あるいは別制度でもいいですよだと、もうそれがもう空気だなっていう方向にガッといきますので、この判決が出ると、あ、もう別制度とか言っている場合じゃないんだなっていうふうに法律家の皆さんも自信を持って言えるようになるということになるので、最高裁結構これは厳しい気がしますね。この判決が上がってくるので、これを覆すのか、で覆す時にはそれなりのね、納得するようなことがないと跳ね返せないですよね。まだ早いとそういうこと言わなきゃいけないまだ早いみんな、そういう簡単に判決が出てきたわけですから、でもこれ、その高裁、最高裁って行く中で今空気ができてきてると思うんですけど、これを議員の人たちが今までと同じように捉えるっていう人がこれ減ってくるんじゃないかなと。いや、これはね結構まずいと思ってます、おっしゃる通りですね。まず議員の皆さんもこの判決とかを読んで、というかここまでずっと違憲自体はずっと裁判所に行ってきたので、それはもう審議書を作った方がいいと、そういう状況です。あと、これ一応損害賠償の請求は棄却しているんですけど、これはまだ国会が違憲だと気づくことはできないぐらいだったでしょっていうことで棄却してるんですが、ここまで違憲判決があって入れると、最高裁出る前から違憲だって気づけましたよねっていうふうに、言われて賠償額も認定されちゃうかもしれないっていうような、方向にもつながりうるわけです。それ立法をしなかったことで賠償を取られたケースってこれまで本当にわずかしかないんですけど、ものすごい恥ずかしいことなんで、議員の皆さんぜひ賠償金を払うような事態にはならないでほしいです。なるほどね。でもそのケースも起こりうるってことですよね。もうこんなに意見って言われて、札幌高裁こんなはっきり言われると、ちょっとさすがにこう地裁判決ですから無視しましたってはつまんない、通らないですね。でも今まで何やかんやこねくり回して、この同性婚に反対する人、議員の人とか含めてそうですけど、僕はその反対意見聞いてちょっと入ったことがないんですけど、それをまだ続けられなくなったってなったら、自分の意見が変わったってことをどっかで表明しないといけないと思うんですけど、そのスライドする時って今までの発言もみんな覚えてるから、そこは受け入れればいいんですよ。その間違ってました、そうですよね、それができるかどうかですよね。間違いを改められる人って素敵ですよねっていうふうにみんなで言ってあげればいいんじゃないかと思います。だから安心して意見が変わったことを言ってくれってことですよね。そうですね。差別してなかった人が差別するようになったら、それはみんなで叩いた方がいいですけども、差別をこれまでしてた人が、あ、自分間違ってましたとかですね、説得されましたって言ったら、それやっぱり温かく受け入れるのが、差別と戦う時の基本だと思いますね。温かく迎え入れたいので、ぜひね、すまなかった、これからはこういう考えにしますね、素直に言ってくれたらこっちもね、怒りませんから怒らないから、ごめんなさいって言ってくれれば、はい、田村敦史のニュースクラブ、文化放送から木村壮太さんと一緒にお送りしております。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、3月25日のゲストは世界のイノベーションを知る深田正則さんと、水瀬イノベーションセンターの仕掛け人吉岡忠彦さんを迎えて、新規事業イノベーションをいかに生み出すかをテーマに話します。浜カフェは毎週月曜夜7時から。セイヤング55周年特番、3月31日日曜午前10時から午後1時まで、パーソナリティにミノモンタ落合恵子を迎えてお届けします。番組ではあなたからのお便りを募集しています。セイヤングの思い出やあなたの今をおはがきまたはメールで募集します。メールはスペシャル@KOQR.net、
スペシャルアットマーク JOQR.net 詳しくは文化放送のホームページまで。写真だ、作ってんだが。ラジコでも聞けます。田村敦史のニュースクラブ。さあ、お時間となりました。木村さん、何かお知らせありましたか。はい、あの学研さんから、まあ、いわゆる図書館本で言って図書館に入れていただくような本でないとどうなる日本国憲法ということで、まあ、小学生向けの本なんですけど、憲法がもしなかったらどんな社会になっちゃうかっていう漫画をつけてですね、憲法の体制を小学生から分かりやすくという本が出ておりますので、ぜひ、まあ、個人で買うにはちょっと高い本なんですけれども、あの図書館等の、あの担当者の方は目をつけていただければです。それから川出書房新社からですね、総特集角野栄子ということで、童話作家の角野栄子さんの作家活動、10年以上にわたる作家活動を総特集したもので、私に原稿依頼が来まして、あの角野栄子さんについて論じてくれということで、あのエッセイというか論評を書いております。タイトルは角野栄子について書く楽しさということで、まあ、角野栄子について語ることがいかに楽しいかをテーマに書いてあります。憲法学者の意義をかなり超えたね。大変だったんですよ。角野栄子さんってあの大学の図書館には入ってないので、うん、あの角野さんの本を探すためにこう近隣の市民図書館をいろいろ行ってます。そうか、その辺 もう楽しみに変えてってるってことですね。まあ、そうです。専門書じゃない、まあ、図書館を巡るのも楽しかった。見つけたら宝物見つけたみたいになるってことですね。あ、ここにあったもん、まあ、そう、たくさんあるんですけどね。ぜひ皆さん読んでいただけたらなと思います。木村壮太さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では1曲、ビルボードジャパンチャートヒートシーカーズソングス、今週第1位、五十嵐春で少しだけ。過払い金問題。そもそも過払い金って知ってる？聞いたこと。